ダイムシフト。当たり前が劇的に変化することなどを指す。この新日本プロレスのリングにパラダイムシフトを巻き起こし、お前を倒してプロレス界でトップになってやった。ラフネック、海野翔太、この男を超えてみせる。いつまでもあぐらをかいてる立場でもねえだろ。岡田さん、 IWGP ヘビーや IWGP 世界ヘビーしか取れなかった人間なので、 IWGP 世界ヘビー級王座を失うも、翌月ネバー無差別級6人タッグ王座初体感を果たした岡田和親。そして棚橋ひろし、石井智弘のドリームトリオに挑む。その魅力的なベルトを挑戦させてもらってもよろしいですか。ジョン・モクスリーとクラウディオ・カスタニョーリ。おい翔太、もうさ、クソガキの子守は疲れたんだよ。その若さというものに頼って油かいてるてめえだろ、この野郎。油かいてる暇がな、こっちはねえんだよ。だからこそ今のこのポジションいんだよ。時代はいつかは変わるかもしれない、でもそれは今日じゃない。時代を変える、いつかじゃない、今じゃないと。時代を変えられるのが怖いのか、怖いのか、怖いのか、怖いのか。ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、挑戦者組海野翔太、クラウディオ・カスタニョーリ、ジョン・モクスリー VS 王者組石井智弘、棚橋博士、岡田和親。